はい、今回は、まあ、前回アンケートを取ってみたんですけども、結構意外にこう作曲の仕方だったり、まあ、僕はドラマなんですけども、まあ、実際自分でこうレコーディングマイクを立てて、まあ、2本だけなんですけども、レコーディングをしているので、まあ、それの仕方など、作曲方法について、軽くこう初級者の方にでも分かりやすいように、今回はそういった講座をやってみようと思います。まあ、僕が使っているのはキューベースなんですが、本当はエイブルトンライブとかこう作曲しているうちにどんどん欲しくなっていったんですが、まあ一番最初に買ったドの音楽ソフトとしてキューベースだったので、まあそのままアップデートして今プロ12まで来ています。でこの音楽ソフトを選ぶのに僕自身もまあいろいろ悩んだんですが、まあはっきり言って使いやすい、自分の好きなものでいいと思います。まあでも逆に例えばダンス系ミュージック、ダンスミュージックだったりフューチャーベースとか、ああいったこうエレクトロニックな今流行りのダンス系ミュージックですね、そういうのが作りたいって方はエイブルトンライブが一番適しているかなと思うんですが、だからといって別にこうキューベースではダメとか他のガレージバンドがダメとかそういうわけでもないですし、全然こうフリーの音楽ソフトでも、プロの方でも使っている人もいますし、やっぱり値段をかければかなり、まあ、一流の方はやっぱりそれなりの値段をかけているので、まあ、だからこそいいものが生まれるし仕事もそこに生まれるんですが、まあ、ある程度こう初級者の方とかある程度こう趣味ぐらいで音楽をしたいって方は全然十分なものだと思います。で今、これ画面見てもらうと、まあ最近のコンペティション用に僕が、ドラムレコーディングをしたんですが、上がこれがトップのドラム全体を撮っていて、でこの下がこれキックのみですね。実際音楽、音を自身を聞いてもらいます。という感じで、まあドラムレコーディングができますと。で、このドラムレコーディングをする際に、必要なものは、この、DAW自体のソフトと、こちら、インターフェース、オーディオインターフェースですね。で僕が使っているのは、このキューベースなんですが、これと、相性のいい同じ会社のスタインバーグから出ている UK22MK2 という2チャンネルの非常に安価で買いやすい、求めやすいスタンダードなものとなっています。まあ、これさえあれば、まあ、ドラムス、僕がやっているようなドラムス、トップとベースの2本のマイク、もしくは歌のレコーディング、歌ってみたとかもできるので、非常におすすめしています。本当はもっとチャンネルが多い効果でいいインターフェースを使えば音のクオリティも上がったり、こうできることがどんどん増えていくんですが、全然これでも十分。必要なのはこの DAW ソフトとマイクとインターフェース。まあ、最悪マイクはなくても、レコーディングスタジオで借りてつなげる、実際レコーディングするときにつなげるということができますね。で、あと一つがこの、ミディキーボードですね。こちら僕が今、インストゥルメンタルとしてピアノの音を出してるんですが、まあ、これ、こういったミディキーボードも、あれば便利ですね。っていうのは、実際、僕が一番最初にやっていたので、もう普通にラップトップだけ、このパソコン、PC だけで、こうやって音楽を選べて、弾き出して、こういう風にやっていたんですが、非常にやっぱり時間がかかるんですよね。なので、まあ、ミディキーボード、ピアノが弾ける方なんていうのは、それがあると非常に便利ですね。作業効率も早くなるので。こういう感じで、自分でトラックを作って、まあ、それをバックに、実際ドラムレコーディングをしてみるとか、もしくは歌ってみるとか、こういうことが、非常に自分一人だけでも、この音楽ソフトを持つことはおすすめしています。で、この音楽ソフトを決める際にいろんなものがあって、まあ、どれを選ぶのかって非常に大切なところでもあると思うんですが、結論から言うとそんなに、重要ではないというか、まあ、後々こう進んでどんどんクオリティを上げていきたいっていう方は、まあ、そういうところにも、こだわっていけばいいと思いますが、最初のうちは、無料でもあるので、まあ、Mac に付随しているガラージバンドなんて、そうですよね。とか、まあ、いろんなものがありますが、
とりあえずまずはやってみることをお勧めします。僕も実際、アメリカでただで友達からもらった音楽ソフトを使って作曲していたので、まずはその作曲、これで作曲をするとか、自分の目的、ドラムレコーディングする、歌ってみたを作りたいっていうその目的があれば、それをまずはやってみること、そのどれがいいで、その後かな、こうしたやしたいっていうのがどんどん生まれてくれば、そこにこうお金をどんどん投資していくとっていうことをやれば、いいと思いますっていう、まあこんな感じですね。まあ簡単にこうキューベースの、キューベースというか、この同ソフトの、仕組みを言っておくと、まあ、普通に、ここの場所でテンポを決めて、これでタイムシグネチャー、4 and 4、4分の4拍子なのか、3分の4拍子、4分の3拍子、もしくは、7 4なのか、8 4なのかとか、まあそういうのが決められますと。とか、メトロノーム、実際、こう、クリックを使う。での音出しをするのかとか、これでありなしが設定できますね。とか、実際こう今ピアノを選んでいるんですが、既存のインストルメントを選んでいただいて、例えばシンセサイザーなら、これがキューベースの、既存のシンセサイザーですね。これアドトラックしていただくと、まあ、こんな感じで、出てきますよと。こういった中から、音の種類を決めるんですね。シンセサイザーで、まあ、既存のこういったもの、例えばパッドがあったり、ドラムスもこうシンセサイザーで作れますと、まあ、アルトサックスとかこういろんなのがありますよね。これを選んでいただくとこういう風に音が出ますよと。で、自分自身で音を作り変えることもできますし、これがシンセサイザーの特徴ですよね。実際例えばベースとか打つと、もうベースのこう普通の、カテゴリーが出てくるんですけれども、この中で E ベース、つまりエレクトリックベースですね。一般の例えばベースが欲しいという時は、まあ、こんな風に、ピックベースなのかとか、エレクトリックベースなのか、スラップベースっていうのもありますね。ここでピックフィンガー、これが、非常にオーソドックスなやつなので、例えばこれを選んで、っていうベースの音も出せますし、っていう感じでどんどん楽器を選んで自分なりに作っていくと。で、こういう鉛筆ボタンを使ってダブルクリックして、で、ここが一拍、こうテンポ132のメトロノームで、これで1、2、3、4、1、2、3、4と。こんな風に、カウントを取って、こう書き出していってもいいですし、まあ、ミディキーボードを持っている人は、そういう風に弾いてもらって、音色を選んで、こうどんどん音を重ね合わせて作っていくというのが、オーソドックスな、基本的なこの動の使い方ですね。という感じなので、これさえあれば一人でも音楽活動できるので、で、どんどん楽曲を作って、こう配信していって、まあ、そのフィードバックが得られたりとか、いろんなことが、こう一人でもできるようになるので、ぜひ皆さん試してみてください。もちろんグループでやっている方でも、例えばこういう感じの曲がいいんだけどって、こういうのデータを実際皆さん同士でこう送り合ってるんですね。なかなかバンドでグループでやっている人っていうのは、コミュニケーションも言葉だけでは伝えづらい時とか、こういう音源ファイルを自分で作って送ってみるとかもできますので、非常に便利なものとなっています。なので、ぜひ皆さんもいろいろ試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。